こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか紀子さ様は海外王室から、でき7日、令和の天皇家は国際親善で大活躍している、天皇陛下と雅子様は共に英語が堪能であり、 通訳雅子さまに至ってはフランス語やロシア語もこなされるという驚くべき語学力を誇っている5月に国賓として来日したトランプ大統領をして雅子さまに「メラニアは大変皇后を尊敬しています」 追いはしめたほどであるまた海外王室とも良好な関係を築かれておりまさに世界に誇る皇室という状況である一方で秋篠宮家と海外王室の関係はどうであろうかこれがまたさまざまなエピソードを書かないフィンランドを訪れた秋篠宮ご夫妻はヘルシンキから約90キロのフィスカルス村にある家具工房をわざわざ訪ねられ新居の家具を発注された日本からわざわざ買い付けに来たのか と現地では話題になったらしいこのような目的が透けて見えてしまったのだろうかこの海外公務で先に訪れていたポーランドでは大統領夫妻との記念撮影で紀子さまがレッドカーペットから外されるという栄誉を賜ったもはやヨーロッパ王室からは絶縁状を突きつけられできんになっている噂もあるが果たして今回は紀子さまの驚くべき海外公務を利用した献上品 テククニックを紹介したい山積みの贈り物宮内庁には全国各地から天皇皇后両陛下宛てに連日頼みもしないのに様々なものが贈られてくる国民が善意から両陛下にご献上したいと贈られてくるものがほとんどだだがこの中には皇室御用達宮内庁御用達と銘打ったものも少なくない戦前は宮内庁が調達先を審査指定してその調達先リスト 事実上の皇室御用達、宮内庁御用達を公表していた時期もあるが戦後にはなくなったつまり現在皇室御用達、宮内庁御用達とあるものは自主的に名乗っているのであり何らかの法的根拠があるわけではないそのため実際に宮内庁が調達していなくても献上品として自主的に宮内庁に送って皇室御用達、宮内庁御用達 お名乗るケースが多々見られる。もっとも、地元の、皇室御用達は、発想の手間を省いて自主的に名乗っているパターンが多いようであるが、また高価な工芸品などを送っていただくことも多いのだが、制度上、皇術、これを受け取ることが難しいため、どのように扱うか会議が開かれることもある。一方、イギリス王室の場合には、認可制の、王室御用達、ロイヤル、ワラント、 が今も残っているためこれを勝手に名乗ることはできない仕組みになっているこういった制度を日本で復活させても良いように思うのだが秋篠宮家まんじゅうやまこさまけいクッキーなどが並ぶかと思うとめまいがする天皇家と献上品皇室と献上品の関係は 本来ならば日本国憲法第8条及び皇室経済法により国会の承認を必要とする上限額なども細かく決められている皇室が財産を持ちすぎないためである同法によれば内定皇族ならば年間600万円三宅聖人皇族はならば一人年間160万円以上の物品を譲り受けることはできないと定められているだが皇室の国民的任期は素晴らしいものがありこの金額を守るのは良い意味で 嬉し涙の状態だまずは天皇家の実情について述べていきたい皇室は国民からの敬愛を一身に受けている日本の象徴たる天皇家には連日地方自治体や自社仏閣から日本全国津々浦々の地場産品 工芸品が献上されるし1回の公務でこれトラック1台分以上の献上品を受けることもあるこれら天皇家の献上品は宮内庁総務課を通し評価額を算定してから受け取る決まりなのだが最初の1月で年間上限額を超えてしまうまたルールを厳密に守れば天皇家がこれら献上品を正式に受け取るためには指示を通す必要があるどこのような決まりを厳守することはあまり現実的ではない そこで、これら献上品は職員らが受け取り、内打々ち打ちで処理することが慣例となっている。 このような受け取り方はルール違反なのだが善意で寄せられた地場産品を生産者に送り返すことなどできるだろうか食べ物は財産ではないから年額600万円制限にはかからない特内庁は自らを言い聞かせているが実際には地元の工芸品なども大量に届けられるため600万円以上を超えていることは誰の目にも明らかだと思う曖昧すぎる三宅の献上品先に述べたのは天皇家の場合であるさまざまな課題がありながらも 健常品は宮内町総務課を通さなければならないというルールがあるから一定の良識が保たれている。天皇家はもともと予算も多いので健常品を使って首をかしげたくなるようなことをしようとは考えないようだ。この歯止めがなく全くブラックボックス状態なのが三宅の健常品事情だ。 というのも三宅の場合には成人皇族一人当たり年額160万円以内という決まりがあるにもかかわらずそれをチェックする部署がないのだ全て三宅の自己申告を信じて計算しているそのため年額160万円を超える高額な献上品は 宮内庁に自主申告されることなく、そのまま三宅に置かれることが通例になっている。高額な献上品や、換金性の高い商品券などをいただくことは時として注意がいる。特に秋篠宮家は群を抜いて公務数が多く、故に高額な献上品をいただく機会も多いため、宮内庁でもたびたび問題視された。特に国際会議と名のつく催し物では、たとえそれが国内で開催されていても、ヴィトンやエルメスといった海外ブランド品や、 高価な美術品などを受け取る機会も多い。わかりやすいブランド品については、貴子様らが堂々と持つわけにもいかず、早々に転売される。だが調度品や美術品については、いただいたものを残してそのまま使うことが多いように見受けられる。こういう、出所不明のものが秋篠宮邸にはゴロゴロ置いてあるのだ。このような状況が、国民の理解が得られやすいとは言い難いだろう。 海外公務でロンダリング、秋篠宮家は一宮家に過ぎなかった頃の意識が抜け切れていないのか、どうにも、脇が甘い、ところが多い。それは紀子さまや、紀子さまご実家の友人関係からも明らかだろう。かつて紀子さまはス活動家で皇室ジャーナリストの孔志水祐子さんと深くお付き合いされていたし、実定、川島船さんは怪しげな団体の広告塔をしていたり、父、 辰彦さんはパチンコ業界のドンと友情を深められ相手のおごりで韓国旅行までされている秋篠宮家の習性は紀子さまのご実家の影響があるかもしれない話を検事上品に戻そう2010年頃、秋篠宮家に並ぶ豪華な調度品美術品が宮内庁内で話題になったことがある 紀子様が王セルには、未来の天皇となられる悠仁様の品位を貶としめないために揃えた、公務などの折にいただいたものが物が大半であり、それだけ悠仁は国民から愛されている。であるが、明らかに年額160万円の上限をはるかに超すような献上品を受け取り、それを堂々と置くことは誤解を招きやすいため、昭和天皇と香淳皇后の意志を守り、製品を貫いて調度品を揃えていただきたい。 と還元申し上げたもちろん後続費で賄える範囲で揃えていただくことを念頭に置いた発言だ。しかし、紀子さまの対策は我々の予想の斜め上を行った天才とはまさにこのことかもしれない。秋篠宮邸の玄関先廊下に定価500万円のリチャード、地乗りの壺が置かれていた話をしたい。2010年に苦言申し上げる前までは、この壺について国内公務の折にある会社の社長からいただいたものである 時子様から説明いただいた。だが還元申し上げた後には、実はこれは海外公務の折に、先方国よりいただいたツボである、と説明が変化した。なぜこのように説明が変わったのだろうか。その理由は、外国交際のための儀礼上の贈答。ならば、日本国憲法第8条及び皇室経済法により国会の承認を必要としないという例外規定があるからだ。 つまり海外公務の折に儀礼状をいただいたものであれば、どんな高価なものでもノンチェックで受領できるのだ。もちろん私は、秋篠宮家に置かれた高価な調度品や美術品が、すべて海外公務の折に儀礼状をいただいたものであると信じたい。もちろん、どうして紀子様の説明がコロコロ変化したのかは未だにわからない、ということにしておかねばならない。紀子様は海外公務が大好きであり、欧米に行かれるたびに大量の荷物が往復する。その縁で、 国内では高級ブランド、ブルガリの広告塔をされたこともある。このような驚くべき行動を取り続けたがゆえに、秋篠宮家が海外王室から絶縁状をいただき、レキになってしまったのではないだろうか。このニュースについて、人々がどのように反応したか見ていきましょう。大統領夫妻との記念撮影で鬼子様がレッドカーペットから外される鬼子は英国でも夫婦もろともレッドカーペットなし。 乾燥芸者もなし、海外でも国内でも誰も相手にしてくれない寂しい限りの偽物宮夫婦。ご隠居夫婦は京都で何やら怪しい動きをしていたようで、有名な話、日本のお宝を英米の業者を介してメトロポリタンなどに売り払うのか、マコがニューヨークで就職したのか否か不明ながらメトロポリタンに入り込む。なぜ、あのレベルの人間が入り込めたのか、仲介業者がいるらしいね。 KK も同じこと。怪しい進学。怪しい就職。怪しい弁護士資格取得も。このような不都合な真実を書き込めば、ヤフーと同じく弾かれそう。皇室新聞が未だに無事なのが不思議。事実を書けば誹謗中傷ですか。宮内庁。広報室は何してる血税の無駄遣いの存在。事実を明らかに。秋篠宮家ゅうや、まこさ様 &K 君クッキー。 などが並ぶかと思うと、めまいがする。そんな怪しいものを製造販売しても大量に売れ残って大変なことになる。せいぜい焼きジンジャーしか買わないだろう。皇后雅子様のお印浜ナスや、年しのみやのお印御用つじ白ヤシを、おか取った可愛らしく優美なお菓子なら飛ぶように売れるでしょうね。私も必ず手に入れます。日本国内は全皇后と秋篠宮ジップ在家による報道規制、報道捜査、ネット捜査、 印象操作、言論、恐怖、弾圧。秋篠宮和也は実は、安在高行氏安在家の子孫であり皇族ですらない。狐子の羊、行位乗っ取りの野望達成のために男子産み分け出産。しかし、フは天皇の資格、天皇の落ち筋でない、もし失、つ、天皇が務まらない、能力がない、もない、とうとう、知らぬは日本国民。海外メディアや海外王室には知れ渡っています。 嫌われているのは夫妻どもにですよ。世界報道自由度ランキングで日本は71位。G7 加盟国中最下位。ちなみに台湾38位。韓国43位。要因は大企業の検閲とか。真っ先に思い浮かぶのは全交合と秋篠宮ジップ安在家のバックにある大企業です。全交合、秋篠宮ジップと名指しされている安在高之さん。秋篠宮夫妻、そして宮内庁までが聞こえないふりは、 こう受け取られても仕方がありません。大統領夫妻との記念撮影で、キコ様がレッドカーペットから外されるという栄誉を賜った写真のキ子コさん。戴冠式の雪帰りのスケスケ下着見せスーツと同じく、スカートが透けて太もものラインが見えているのではこの記事は以前読んだことがあり、コピーしています。その記事の投稿の中に、マコカコさんは両親の戦利品の残りを、学友にやって、家来にしている、というのもありました。それから、 小室かよしがくに、私はいつごしょに住めますかと尋ねに行ったとき、手に持っていたピンクのエルメスのケリーバッグ。あれはきいこさんからせしめたものだという投稿もありました。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。